で背中触ってみるとほらめちゃめちゃ柔らかくなってるの分かります？なんか、うん、違うよね。違う。よし、骨とかもね、ということは足の疲れから背中に上がってきてたよってことなんですね。で、あとね、残った時間ちょっと軽く背中触っていきますよ。これが肩甲骨のところに来る、疲れですね。めちゃめちゃ硬い、うん、最近仕事忙しかったんじゃないですか？ここガチガチ、で今回もね、また音声を使っていこうかなと思ってます。でここっていうのはね、実はね、やっぱり、ね、背中ね、肩甲骨の裏から胃のあたりというのはね、とてもね、やはりね、凝りがね、きつくなりやすい場所なんですね。でここの場所っていうのはしっかりね、緩めていかないといけないんです。で特にね、この今押さえている左側の場所、この左側の場所っていうのはね、対人関係のストレスです。基本的にね、皆さんね、仕事をされている人であれば、思いついた、そう、その人その人、あいつだよ、あいつ、あいつ、あの人、あの人が原因だったりします。でそのね、言葉を受けることによってこの場所が硬くなってしまって、このね、背中の胃の裏あたり、ちょうどね、今胃の裏あたりしっかり押さえてますよね。ここがね、硬くなっちゃうとすごくね、なんていうのかな、全身的にきます。ここから肩に上がっていって肩こりに上がっていく場合もあれば、ここから下に下がっていって腰痛になったりする場所もあったりするんですね。なのでね、体の疲れがしんどいと思われている方はね、この辺りをゴルフボールでゴリゴリしたり、テニスボールでゴリゴリしてあげたりとか、まあ、ストレッチボールでゴリゴリしてあげたりとかね、いろんなやり方をね、一度やってみてください。かくいう私も実はね、ここをね、ストレッチボールでね、毎日のように押さえていきます。ある一定の場所に体重をかけるとね、バキって音が鳴るので、それでね、痛みとかね、背中の疲れが解消したりとかもしたりするんですよね。なので、ね、ここのね、背中の腸の部分、ここっていうのはね、少し複雑な話をするんですが、解剖学的にもね、構造学的っていうのかな、丸と三角が合わさっている場所みたいな場所になっているので、全然タイプが別の人たちの場所なんですね、骨が。なのでね、やっぱり負担がかかりやすい場所になってるんです、ちょうど胃の裏あたりっていうのはね。肩甲骨っていうのもやはりね、腕を支えて腕のものを持ち上げたり持ち下げたりとか、いろんな動きをするのでね、どうしても人間の構造学的にね、疲れが溜まりやすい場所なんですよ、どうしても。あとね、いつもね、皆さんこの動画を見ていただいて痛がっているのをね、楽しみにしていただいているお尻の部分ね、お尻の部分とこの肩甲骨の部分っていうのはね、本当にね、複雑なんです、筋肉が。で絡み合ってるくせしてものすごく使わなきゃいけない場所なので、どうしてもね、この場所っていうのはね、凝りやすいんですよね。で今押さえてる部分、この肩甲骨のね、骨の上の部分なんですけどね、ここはね、まあまあね、手のしびれなんかにも効いたりします。ちょっと筋肉の名前忘れちゃいましたけどね、押さえてる場所あそこなんです。反対側触っていきますね。こっちもガチガチ。右側の説明をしていこうかなと思います。まあ、これはね、うちのね、モーゼス整体のね、視聴者の方は皆さん、あなたたちだったらね、よく分かってると思うんですけれども、右側というのは気温の寒暖差や気圧の変化、湿度の変化、あと数字に追われてる、時間に追われてるなどなど、あとお酒の飲みすぎなんかも右側に出てきたりします。モンゼ生態三つの部はお酒の飲みすぎで、よく右の背中の、胃の裏あたりが痛まってますけれどもね。でなので、この右側が痛くなるっていうのは、時間に追われてる、数字に追われてる、気圧、気温、お酒なんかが出てくると、やっぱり右側の背中とかにね、出てきたりすることが多いです。なので右側がきついっていう人、まあ大体
ね、日本人右利きが多いんですけれども、その辺がね気になられる人っていうのは、いろんな今言ったことをね少し考え直してみてもいいかもしれませんね。特にやっぱりここのね肩甲骨のあたりっていうのは、パソコン作業をされてる人たちっていうのはね絶対ね硬くなりやすい場所です。なのでね、まああとね運転する人もねこの右側のね腕がねやっぱり出てきやすいんですね。どうしても片手しか使えない、職業、教師とか美容師とか運転手とかの人たちはね、もう少しね左手を使えるようにしてあげてみてください。よろしくお願いいたしますよ。で、まあ片手しか使えない仕事だの人たちっていうのは、まあまあたくさんおられるので、まあその辺は工夫なんですけれどもね、それをねちょっとやられてみてください。で、私もねこうやってね今私の門術整体やってるのを見てもらってて分かると思うんですけども、まさと先生の動画と見比べていただければ、私片手で押さえてるでしょ、片手で押さえれるようになったんですやっと。で、まさと先生は両手でしかまだね強く押さえられないんです。ただね首とか肩とかはまさと先生も両手で片手で押さえれるようになってるんです。だからね、修行さえしていけばある程度ね使いこなしていけば、その片手でも使うことができるようになります。で、この両手を使うことによってどういうふうなねことが起こってくるかといったら、右手を使ってて右手を 50% 使って左手も 50% 使うようにすると、自分に対してやってる側、仕事をしている側の負担がねとても減るっていうこと。骨のズレとか骨盤のズレから、股関節がしんどくなるというよりかは、全身の筋肉がガチガチになってるからだよで、たまたま月一にそこが痛くなるみたいな感じだと思います。骨盤ズレてなかったことはないんだけどね、それより筋肉の方がやっぱガチガチですね、行為が起こってくるんですね。どうしても右手側でしかできないってなってしまうと、右手側が負担がかかりすぎてしまうと、反対の手で見てる限りは定期的に点検された方が体が楽になるよとは思うけど、その辺の考え方はまあ個人なので、はい、受けてみて楽になってたらちょっと考えてみてください。はい、ただこんなね受けてどう、YouTube 見て受けて痛さが分かると、もう一回動画見ると、あの気持ち分かるわってみんな言われます、あれは本当に痛いんだよみたいな、本当に痛いできなくなってしまう、仕事ができない体になってしまうということが起こるので、私は常日頃左右で左を6割押さえる、左手で6割押さえるようなに意識しながら右手も使うようにしています。だいたいこれでね、左手利き手じゃない方の手を6割使うようにするだけで、だいたいねこれで 50-50 すごい伸びてる、ね、すごいなんか解凍されたお肉みたいな感じは。はい、では仰向け上向き上向き